りますけれども、皆様いかがお過ごしですか。はいね、ゴールデンウィーク明けはまあ先週でしたけども、あのゴールデンウィーク明けから今のこの時期ですね、結構5月病と言われる時期なんではないでしょうか。結構ねやっぱ体がだるかったり、なんか気分的にやる気がなかったりとか、あのしてる人が世の中的にはもしかしたら多いかもしれないんですけど、そんなもしかしたらの藤子もですね、結構あの先週はプライベートが充実してるって話をしましたけど、本当によく寝てよく食べるとですね、なんか体がそういう感じになってきて、あのやっぱ体を動かしてないと起き上がるのにすごい体力がいたりしますよね。はい、まあそんなね、なんかわけで最近藤子ちょっと体なまってるなと思いまして、なまったらダメやと思いましてね、あのやっぱりこう頑張るっていうと あれなんですけど、こう体がこう動いてないとやっぱりちょっと本当動かすのに結構体力いたりするんで、今日の藤子の部屋ではですね、あの夏に向けて、もうすぐ夏なんでダイエット、体を引き締めようというわけで、結構なんだろう、語っていきたいなと思っているんですけれども、はい、皆さんはいかがですか。はい、この時期はねやっぱりなんだろう、なんか体がだるいって言ってる人がね結構周りでも多いんですけど、なんかやっぱ体ね、一つなんだろう、腹筋10回するだけでもちょっと変わるかなとか思ったりするんですよね。はい、うん、そうだね。はい、なんだっけ、5月ですよね。はい、5月5月です。はい、まあ、5月なんで、5月は31日まであるから結構長く感じることもあると思うんですけど、5月はですね、藤子末にも阿部天祭り予定してますし、はい、またね、体なまらないように活動も頑張っていきたいなと思っておりますので、ぜひ皆さんもなまらないように、応援来てください。はい、まあ、そんなわけで今日も藤子の初部屋を最後の最後までご覧ください。それではまずは CM からどうぞ。
体を動かすのはめちゃ好きなんですけど、もう食事制限ですごいストレスが溜まったりリバウンドしたり、もう本当に失敗の連続だったんで、食事制限はねなるべくしたくないんですけど、やっぱり体引き締めるためには食べ過ぎが結構ねやっぱり身につかないので、カロリーをちゃんと決めるとか炭水化物食べないとか、そういったことはしていこうかなとね思っておりますけども、何か皆さんはされてることってありますか？はい、ラジオ岸和田の開始さんいるじゃないですか。開始さんはですね、最近炭水化物抜きダイエット引き締めるために炭水化物抜いてるらしいんですけど、スポーツ選手とか、あと K-1 じゃなくてボクシングじゃなくて何だっけの人たちも結構ね、体引き締めるために炭水化物を抜いて、なんかプライベートもきっちり食事をね気をつけてる方多いんですけど、まあ藤子も一応アーティストなんでね、そういったことも気をつけていかなくちゃいけないところでございまして、はい、藤子が今までこうダイエットをしてきて成功したのと失敗したのをこう考えるとですね、失敗はやっぱり食事制限が失敗だったかなと思うんですけど、でも一時は痩せていくんですよね。痩せていってやっぱり食べない分動くんですけど、動く分はなんか水分とか取ったりして、でサプリとかも飲んで、結構ねその時期はねいい感じに動けたりするんですよね。で気一瞬の気抜いた瞬間がやばいんですよね。はい、気抜いたらねもう一気に太ってしまうんで、本当藤子ね太りやすい体質だから、本当にねいつもダイエットにはね本当苦戦をしております。はい、なんかもう成功したってなんだろうって、もう今はもうキープしかないですからね。成功というかキープですよね。はいもうなんだろう、でもお風呂入ってる、お風呂上がりとかにも結構ね腹筋したりストレッチしたりするんですけど、藤子はねストレッチが大好きで、結構ボイトレとかライブ前は絶対にストレッチしてるんですけど、ストレッチするだけでも全然変わりますね。やっぱ体動かさないと本当に体ってなまるんで、藤子がいつもやっている腹筋はですね、ちょっと今日ワンピース着てるんでちょっとやりにくいんですけど、こうね寝る、こうね寝るでしょ、このままずっとキープとかね、椅子持っててもいいから、それだけでもこのままキープとかする、このままテレビ見たりとか、このままなんかスマホいじったりとか、なんかそういうながら筋トレ結構多いです。足とかもなんか結構ねこう上げて上げて上げてとかやったりするだけでも違いますし、人間ってねこうよく言うんですけど、前に体の前に筋肉をつけようとするこういうのとかねあるんですけど、実は後ろの筋肉が大事らしくてね、なんだろう、背筋とか、ここの背筋とか足の裏の筋肉とか腕もそうなんですけど、藤子これできないんですけど、実はこの後ろのこういう体操が大事だったりとかね、ホースのやつ、はい、そしたらこの二の腕の後ろに筋肉がつくみたいなんで、後ろに筋肉をつけると一番いいみたいですね。はい、インナーマッスルとかも見えない筋肉がね体の中にはたくさんあるので、インナーマッスルの鍛え方とかもねたくさんあるんですけど、椅子で例えますとですね、こうこれでここ垂直でやったりとか、結構いろんな筋トレ方法がありますけども、藤子はそのダンスするときとかずっと床に地面ビューってつけて、さっきみたいな垂直にやる方法とですね、お風呂上がりにこうずっとじっとしてるやつとかも結構お腹に集中して筋肉をためております。はい、なんでお腹ばっかり、お腹と背筋とあと足のふくらはぎの後ろとかね結構筋トレしたりするんですけど、そこは藤子結構重要としてやってるところで、足はやっぱり藤子ねコンプレックスなんで足を
鍛えているんですけど、あのお腹は声がやっぱりすごくやっぱり出やすくなるんですよね。あのここ筋肉なかったらやっぱりロングトーンも続かないし、あの高い声もねすごい全然出ないんですよ。あの筋肉は関係ないっていう人もいるんですけど、藤子は結構関係あります。はいはい、そうですね。なのでなんか、まあ、これは藤子流のなんか筋肉の作り方なんですけど、体をなんかちょっとでも動かすだけでもなんか結構ね仕事元気出たり、あの起きるのがなんか寝起きが良くなったり、藤子めっちゃ寝起き悪いですけど、はい、なんかやっぱり一つ一つだけでも何かしておくと夏に向けてだるくならないかなと思いますね。今の間にぜひ皆さんもやってみてください。はい、まあ、またねおすすめのなんかそういう筋トレとかな、これやったらダイエット成功したよとか、なんかこれはダメだったよとかですね、そういったこともまたありましたらですね、ぜひコメントなどいただけたら嬉しいかなと思います。はい、まあね結構ダイエットの失敗成功、人によってはやっぱ体もねそれぞれ違いますし、男の人と女の人の体の作りも違うので、またねいろんな体験談があると思うんですけど、藤子のダイエットの失敗はやっぱりキャベツオンリーダイエットはすごいその時は良かったんですけど、もうすごい苦しかった苦しかったです。だからね食事制限だけはちょっと藤子は、ね、避けたいんですけどね、でも食べ過ぎ要注意ですし、栄養を取らないといけないので、そういった食事の美味しくダイエットできる方法もですね探していけたらいいなと思っております。はい、まあ、そんなわけで夏に向けて頑張るぞそんなわけでですね、夏に向けてちょっと一個宣言していきたいなと思います。夏に向けてじゃあ今よりも3キロ落としますあ、言っちゃった、大丈夫かな言っちゃった、ごめんやけど達成できなかったごめん。まあ夏に向けて夏、じゃあ7月今から2ヶ月ありますね。2ヶ月で2キロちょっと3キロね、何キロ落ちるか分かりませんけれども、ちょっと努力してみたいと思いますので、ぜひ、7月の放送を楽しみにしておいてください。はい、それではですね、VTR いきたいと思います。それでは VTR どうぞ。私の口であなた秘密の危険な香りも取り戻せない。皆さんこんにちは、こんにちは、あらゆる言葉で自然に殺さないで Don't be shy, not be like much in attention 戸惑ってるの分かってるけど、Don't be shy, 元気は止まらない。 What's up to my heart?
今週の富士コーデの時間だよ。今日はさくらんぼ柄の泣き仕立けワンピース、可愛いのに大人っぽいワンピースでとっても気に入り、レトロチックな感じも好きなんだ。
今週も皆さん藤子の部屋を最後までご覧いただきましてありがとうございます。はい、ここでですね藤子のライブ告知をさせていただきたいと思います。まずはですね、今週ですね、はい、5月18日はラジオ岸和田に出演しております。はい、こちらもありがたく皆さんたくさんのコメントいただきましていつもありがとうございます。今週もたくさんのコメントください、よろしくお願いします。はい、こちらはですね生放送なんですけども、生放送中にコメントのお返事もしておりますので、ぜひぜひお気軽にご視聴してくださいね、よろしくお願いします。そして5月29日は阿部天祭り決定しました。はい、はい、こちらですね、なんと観覧も無料となっておりまして、結構大きなイベントになっておりますので、ぜひ皆さんにご参加していただきたいなと思っております、よろしくお願いします。時間などはまた、SNS で、お知らせしていきたいなと思っておりますので、ぜひ要チェックしてください、よろしくお願いします。はい、またその他フリーライブや、路上ライブなどの情報は、アメブロや、Facebook、Twitter などでお知らせしていきたいので、ぜひ皆さん、フォローやいいねよろしくお願いします。はい、そして拡散などもしてくださいね。はい、まあ、そんなわけで、最近は Facebook のいいねもですね、 Twitter のフォロワー数や Instagram とかも結構、皆さんねいいねしていただいていまして、本当にありがとうございます。はい、まだまだですけれども藤子も頑張りたいと思いますので、ぜひ皆さん応援してください。はい、そして今日はあと夏に向けて、夏までに藤子も3キロ落とすと宣言してしまったので、はい、ちょっと今日から頑張りたいと思いますので、ぜひあとそんな藤子のダイエットの失敗や成功もですね見届けてください。はーい、はいはいはい、でまた6月7月などもですねたくさんライブ出たいなと思っておりますので、ぜひまた要チェックしてくださいね。はい、それではですね、また来週も藤子の部屋を見てくれるかな、いいかな、ありがとう。それではまた来週も会いましょう。それではバイバーイ。